はい、どうもこんにちは、ラクラクラックです。ゼロシンクの蝶パート6やっていきたいと思います。はい、前回はですね、お姉ちゃんを追うために双子地蔵の鍵を探して進んでいたんですが、まず村人にやられてしまったっていうことと、その鍵をゲットして先に進んだ、桟橋の上で水の水死した女をちょっとネタにしてしまって、すごくなんか申し訳ない気持ちになったっていうのと、最後の方ではね写真撮るのをミスってね、はい、またやり直すっていうね、本当申し訳ない回だった感じでした。なので今回はちょっと気を取り直して三の国大津ぐらいをやっていきたいと思います。では、前回の続きからやっていきたいと思います。では行きましょう。はい、もう撮ってありますんで、はい、先に進みたいと思います。はい、新しい場所にやってきましたね。神社かな、採取の場所に連れて行かれたんですよね、お姉ちゃんがね。村の奥に誘われたって前回言ったんですけども、採取の場所に行ったってヘルプ君が言ってましたよね。なのでここが採取の家なんじゃないのかなって、大津ぐらいかな、どんな感じの償いや。花瓶があって、お花があって、その下はその子、いた、びっくりした。お姉ちゃん。とりあえず、ちょっと待って、その先には誰もいない。みおちゃんも怖い。ここに来て。ライトが。いる。すごく嫌なんですけど、黒沢家。おいしくない。普通に怖いんだけど。どこ分かんなかったよ。普通に怖いよ。まずこれ取ろう。久々に怖い。さあ進もう。気を取り直して本気出してきた。シンクロ蝶。さて、ライトがなくなってしまいました。ここに来て電池の代わりになるものがあるのだろうか。すごいね。なんか、なんでもないことでビビってしまう俺がいる。あ、いる！オッケー！取れた！恐れ続けろ、つづれる。男。写真はあるんで、まだ、心調べる。古びたと長老である。何が引き、入ってるだろうか。あ、ちょっと待ってくださいね。なんて言おうとしたのかもう忘れたので、タンスあげます。タンスっていうか戸棚ね。久々に怖いもん。アイテム満用ガン、ありがとうございます。振り向きます。先進みます。いや、ちょっとほんとビビっちゃってるからね。いや、ほんのちょっとした音でもビビるかも。腕にもすごいビビるかもしれないです。なので出ないことを願う。 OK、 よし。オーレンズだ。レンズ濃く、赤レンズ濃く、濃くについて攻撃力がアップする。消費霊力にレベルアップは与えるダメージが大きくなる。通常の攻撃よりも大きなダメージを当たることができます。はい、じゃあ濃くもつけますか。はい、で濃くいいですね。レベルアップはまずいいかな。もうちょいポイント貯めてから射影機の方のレベルを上げたいと思います。よし、では先に進んでいいのかな。先に進みます。誰かが扉を触った跡がある。この先にお姉ちゃんが。怖いって。だからなんで扉のところでこの A ボタンあるの。宣伝機ビリ。お、またお姉ちゃんのターン。私この家に来て何する気だったんだろう。すっごい怖い。
なに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 ぬぬ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 ぬ村人が村人が祭り失敗祭り失敗しちゃったって何もう償いが起きた祭りの失敗の償いっていうかそういうことなのかなえ祭り失敗して人が死ぬのすっごい逃げたせい何何何あなたか儀式をしなきゃそれを償うためにやいはいえもしかしてさなんか過去のことをまた私たちがやろうとしてくるうわちょっとすっごい音量でかかった私たちでやるってことなのかなすっごいみんな死んでるしいやなんだよなこの子すっごいニカーってニカーってニカーってニヤーってなになにすっごい甲高い声耳をつんざくというか多分ミオちゃんはこの先にお姉ちゃんが言ったのを感じたってことなのかなさっきのはでいいんだよねおいじゃおいじゃおいじゃららららったらったこれ結構ねあ敵でしたエネミーって出てるやんゾンビえゾンビじゃない来た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 まだこの赤い枠が出てるときは攻撃できないのかなそういうことじゃないかすっごい振られたよねほら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 すっごい怖いあ、すごい濃く行くかじゃあ次濃くで行こうはい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 そうそうそう左右に首を左右に振らずに腕さえに振らないで危ない濃くでいったよしすっげえ結構ダメージ受けたんですけど与えたんですけどね全然だなロックオンできないやばいやばいよし攻撃パターンが長いですね攻撃パターンっていうか攻撃ターン攻撃してあロックオンできなくなってるなんだかなぜか知らないがああなる手がどっから生えてるかあと1回ぐらい攻撃すればさよならだなさあさあ来い来いあ入ってないけど終わりかなよしなかなかの強さ左腕が見当たらないんですけど左じゃないかどうしようこっち行ってないよねマップ更新のために行こうか通れる？あ、通れる。アイテムあるな。怖いけど行こう。よ、触る。すっごいライト持たないでこんなところ来るなんてね。来るよ。腕が。来ないよ。腕が。よし。緑に光る鉱石。次は緑に光る鉱石ですね。では聞いてみましょうか。これ毎回なるんですけど、どういうことなんだろう。じゃあ緑に光る鉱石聞きましょう。終わりかと思ったら最後フォワーってなりましたねそれとちゃんと声が聞き取れなかったっていう俺の耳のせいなのかなうーん漢字がわからないくさびって言ったなんて言ったんでしょうかねすっごいよねこれもうなんで赤い
ね、手がね、うちょ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 、どう、あかん、これはあかんやつや、これはダメだわ、あれ、あー、うわー、行きたくない、すごく行きたくない、あー、おー、いやいやー、よかった、帰ろう、うん、来ちゃダメなんだ、ストップの意味だよ、このね、赤い 手のマークは、来ちゃダメって、こっち来るなっていうマークだよ、あれは。これでも頑張ってね、やってんだよ最高。うそ来る、ちょっと待ってね、バイ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 、もうもういい、うん、うひこれだけでお姉ちゃん行ったけど、お姉ちゃん、お姉ちゃん、何かあった、あー、お姉ちゃん立ってた場所だね、ここ、あの血ぬれれの着物を着た女の人がね、いた場所で、ホタル石、ホコリが積もっていくで何か光っている、淡く白い光を放つホタル石のようだ、ここに誰かがいたのだろうか、ラジオで使用すると聞くことができます、なんか怪しいなが一つあるんですよね、他の場所はなんかね、うん、あ、吊るしてただけか、で一つが外れてなんか怪しい紐になってるわけだ、なるほどはい、ラジオ、あ、写真じゃないこの感じですよ、はい全然撮れてない、はい、ホタル石来ましょう、やっぱり前に八重とさえさんだったね、八重さんとさえさんのことをみおちゃんとね やろうとしてんのかなって、さえちゃんがお姉ちゃんなのかな、うん、おお、何、雷、おいおいおい、今まで見えなかったけど、うん、これが大津ぐらい、あ、奥に何か、悪魔じゃん、悪魔じゃん、おい、ちょ来るんか、あんた来るんか、あんた、ちょ待って待って待って、ちょっと待って、おっちゃん開かない、あ、開いた、ちょっと待って、え、ここ行けないじゃん、え、何ここ、え、終わった、俺終わった、あ、ちょっ、取れる、取れない、ちょっと待って、無理、じゃあい、お姉ちゃん、一発死ですね、はい、わかります、セーブしてないです、はい、ということでね、今回もゲームオーバーがありましたので、はい、カットさせていただきます、大変申し訳ございません、一発死あるんだね一発死あるんだね、またこれが来たのかっていうのが俺の中ではあるんですけども、ドアが開かないで、開く道を進んだらまあ行き止まりと、そうなるともう罪ですね、はい、ではやり直しをしていきます、しばしお待ちください、しばしって言ってもすぐカットしますけど、では行ってきます、さて戻ってきましたよ、さあやっていきましょう、こっちかな、多分こっちだな、うん、あっち行くと死んじゃうからこっちかなあっち行くと行き止まりだからこっちかな、よっ、さあ戻ってきた、おお、え、
一瞬で元に戻りましたね。え、もう追ってこないの？え、扉閉めたらもうそこは色のついた世界だった。え、何これ、ドラゴン、なんだろう。ウーチェース、まさかの、まさかここで腕につかまれるとは。さあ、あ、鏡石だ、よかった。これでもう死んでも一回は大丈夫ですね。一回あいつに触れても大丈夫だ。てかもう来るのかな。ハーサス、おじいちゃん、また取れなかった。上だよ、おい、おいちょ、オッケー、残念。本当にまだ慣れない。さあ進もう。ちょっとタイムロスした分進んでいきたい。こっち、あ、セーブか。いいや、セーブはまだ。よし進む。この左は閉ざされている、固く閉ざされている。じゃあこっち進んで右側にあるのはなんだ。この部屋はなんだろう。タンスは開かないか。あー、ライトが欲しい。あ、そっちにも扉あるな。まずアイテム取るか。いや、出てくるかな。おー、ちょ、びっくりした。民族学者の筆記さん、村に関して書かれた古い書物を見つけた。はい、では読みたいと思います。ここ数日地震の回数が増えてきている。それに伴うかのように、ま、村を舞う赤い蝶の数も日を追うごとに増えている。その姿は美しくも不気味で、まるで無数の人か、人魂人魂、人魂かが、人魂悲しげに待っているようにも見える。赤い蝶を見た村人たちは手を合わせる、手を合わせる。村全体が何か恐ろしいものを迎えるような厳かな空気に包まれている。地の怒りに怯える小さな集落、赤荷祭とは、地鎮祭のような意味を持つ祭りなんだろうか。古くはどの地方にも地鎮祭のような祭りが存在した。その多くは、供え物として、生贄を備えて、神の怒りを鎮めるとすれば守り神として祀られている。双子巫女の役割はおそらくそういうものなのだろう。その風習が現在も残っているとしたら、祭りを前にした村の静けさにも説明がつく。守り神となった双子巫女は赤い蝶となり、この村に帰る。なるほど、村に帰ると。双子巫女って何なんだろうね。守り神か。すっげえカラカラカラって聞こえたし、すごい暗いし。なんでこんな点滅してんの。すごく怖いんだけど。すごいよ、人形あるね。こっちを取りた、あー、もやがかかってる。その前にこれ取るか。すごい怖い、人形やだ。はい、マヨガン1個、何もない。振り返る、写真撮る。はいはい、扉を取るよ。扉、今日もいい扉してるね。あーやだな。行きたくない。無数の手形がついてるようだ。はい、じゃあ行こうか。二人で逃げたのに、お姉ちゃん、お姉ちゃんが、またこのバチバチやだな。とりあえずこれ取る。はい、危ねえ。今のは危なかった。ギリで、もう俺ミリモコン振ってましたけど、ギリでは、かわしたんだね。危ねえって言いながらミリモコン振ってました。すっごいビビってた。さあ、じゃあセーブしようかな。ちょっとここまで来たからセーブしたいです。こっち、あ、ここ関係ないか。すごい、
イちゃん逃げた。扉入れない。ミオちゃんすごい回転早いねって言いたかったんですけど、ちょっと挟まれちゃった。カメラリー。じゃあセーブしましょう。来る途中に一回セーブしちゃったんですよね。さっき死んじゃってから、また戻ってくるのに一回セーブしたので。はい。じゃあ3番にセーブします。OK。ふぅ。さあ進むよ。また進んでいきましょう。進んでいきますよ。手形のとこですね。早く行こう。おい、なんで今鳴るのかな。なんで今鳴るのかな。さっき光った時はゴーって言わなかったのにね。なんだったんだろうね。遠かったのかな。でみおちゃんね、階段降りるのすんごいテンポよく降りるよね。タンタンタタンみたいなね。また白くなってね。なんでだろうね。やっぱいるのかな。ここがちょっとあれなのかな。場所的にはダメな場所なのかな。いける、いけなかったらやばい。あ、いけた。場所的にダメなのかなっていうの、ここで儀式やったのって言いたいんですよね。おー、びっくりした。すっげえこれ全然ですね。痛い。取れた？取れてない。何やろ？何これ？取れない。これでちょっとね、本当にいろんなゲームで言ってるんですけど、エイムがひどいって本当にこれでも反映されるな。俺ダメなんですよね。急に出てこられると変な方向に向いちゃうんで。これでも出ちゃうんですね。こっちで合ってた？あれ、こっちだったか？いや、こっち違うな。あっちですね。こっちじゃない。いや、本当にエイム広いのは申し訳ない。向いてないね。シューティングゲームとか向いてないよ。ここは写真に写っていた場所だ。行きたくない。なんで開いちゃうの。入っていいよ、どうぞって。まだトントンってもしてないのに入っていいよって感づかれたかのように。うわー、やだなー。真っ赤だな。真っ赤な近い。ケチャップすごいよ。ケチャップでね、真っ赤な近い。いやいや、びっくりした。今びっくりした。ちょっと開いたかと思った。キーコ言ってたね。聞こえなかった。真っ赤な近いとか言ってたからね。来るのか。よし、迷うかんじゃん。なんでもなかった。この奥か。調べるよ。部屋の奥に扉が風もなく動いている。なんでだろうね。自動ドアだよ。自動ドア勝手にパカパカする自動ドア。後ろ、閉まっちゃった。ちょっと待て。回避行動を先に取る。はい、振り向いて。よし。カメラ構えて。さあ、ロックオンして。さあ。おい、ちょっと待て。一瞬間移動したんだけど、奥の人。瞬間移動しなかった、今。奥の人いたっすか？いるよね。ほら、そこにいないか。いる。何？奥に誰かいる。待って、あなた、危ねえ。ギリギリ。オッケー。ふい。え、まだ来るか。近い。やばい。オッケー、危ねえ。女の人だ。二人取った。オッケー。ちょっと待って。近い。狭いよ。カメラで。おお、男の人暴れてる。ちょっと待って、男の人。もうちょい待て。話し合えば分かるはずだ。
女の人は夫婦で襲ってくんじゃないよ。あんたら、あんたら待って、一人の女の子に何してんの。おお、近い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 、痛いって、ちょ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 、オッケーオッケーオッケー、返した、なぜか返した。よし、振り向いて振り向いて、よし、オッケー。これ夫婦で隣人をいじめる人かな。夫婦で隣人をいじめる感じかな、これ。あなた、前うるさいんだよ、写真パシャパシャうるさいんだよ。真っ暗で見えないんだけど、ちょっと待って、あー真っ暗で全然見えない。うちょちょちょ、あー回避、よし。写真でパシャパシャうるさいんだよって。違うな、どこだどこだ、時間だ、この人先。 OK、 で次こっち、どこだ、いた、手前、手前、違う、こっちが男の人だから、男の人はなぜかロックが外れちゃうんだよね。やばい、ちょ待て、あ、これパターンいた、大丈夫、オッケー、回復したいな。よし、ちょっとこれ強くないか、外れるでしょ。で、あー、もう外した、ちょっとやばいな、回復しよう。10個もある、こりゃ使わなきゃ損だね。あー強い、なんだろう、黒いもやがすごい邪魔して全く見えないんですよね。一人後ろ、あー、取れた、後ろかな、あーダメだ、強い、挟まれたら無理、あ、やばいやばいやばい、ちょっとこれやばいぞ、強くないか、男の人は攻撃パターンに入ってる、こっち向いて、あー女の人後ろにいる、どうせ攻撃来るよ、だから取る、先に取って、だからー、女の人強いよ、もう瞬間移動するんだもん。よし、まだまだだから、待って、エイム外れるの待って、ジャストタイムで狙う、で女の人はこっちにいるかな、いない、男の人はここ、先に男の人倒した、いや痛いって、もう本当にもうもう強すぎるんだよ、どこ、男の人、女の人、もう飽きちゃったかな。黒いもやすごい邪魔、 OK、 強い、あ、ダメだ、近い、あら、ちょっと待って、一人は倒した、さて、あと一人にもお料理してあげるよ、いい感じにもう煮えたでしょう、もうかなりバトル長かったな、申し訳ない、瞬間移動するんだもん、この人、この人暗いし、 OK、強かった。目がいた場所に何か残されていた。見えそば？わかんない。この漢字なんて読むんだろう。の札。わかんない。はあ。あの先ですね。オッケー。あの扉は意味ないのかな。じゃあセーブして終了しましょう。来る、これ。よし。あー、これも聞こうか。はい、ではラジオ聞きましょう。ちょっと俺疲れてんで休憩していきます。休憩します。はい。じゃあ聞きます。
交通がないによってこの村はもうなんかなんて言うんだろう、呪いの村みたいな、そんなになったのかな。交通がないのせいでこんな幽霊いっぱいになったってことでいいのかな。はい、では、セーブして終了しましょう。いや、ほんとバトル難しい。その結構操作に慣れるの難しいんですよ。うちょっすびっくりした。はい、戦闘難しいですね。ほんと疲れちゃったんですよ。いや、ここまで難しいとは思いませんでした、ね、エイムも見ての通り下手くそなのでね。いやー、これは結構ゲームオーバーありそうな感じですね、今のところね。あ、間違えた、今のところね、結構かなりゲームオーバーしてるので、これからもどんどんゲームオーバーになる感じがあると思いますが、最後までお付き合いいただけたらなと思います。射影機のレベルアップはしておきますので、はい。では、パート6は、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。それがスタートの合図、聞いたことないなんて言わないで覚えて、楽楽楽です、楽しく、そして楽しく、つまらないことなんて忘れて。